女性と鳥、クレラー・ミュラー美術館像現代美術、またはコンテンポラリー、アートとは歴史の現代を借りた用語で美術史における今日、すなわち20世紀後半の第二次世界大戦後の1950年以降から21世紀までの美術を指す。現代美術家たちは世界的にお互いに関連した状況で文化的には異なった環境で、しかも技術的には 先進的な世界で作品を作っている。画題の本質を新鮮な目で見て、新しい方法で実験を行った時代である。彼らの芸術は、画材、方法、コンセプト、主題の常に変化する動的な組み合わせであり、それは20世紀には、すでに始まっていたものである。その背景として、19世紀以前の芸術は、 教会や裕福なパトロンに支えられて制作されており、作品を見る者が導かれるような指導的な役割を担う宗教的、神秘的な物語が描かれることが多かったが、産業革命以降は芸術家はパトロンのためではなく自身の個人的な経験や視点での制作が可能になったことが挙げられる。理論の重要性現代美術は、 それが芸術だと認識することが困難な場合が多々ある。芸術の領域で活動している人々の間でさえ芸術か芸術ではないかという区別は難しく自分が芸術の領域に立ち入っていることに気がつかない場合もある。その場合芸術だと認識する手段つまり芸術とそれ以外を区別するものとして理論の存在が挙げられる。 アメリカの分析哲学者、アーサー・ダントーは、論文、アートワールドにおいて、そもそも芸術を可能にすることも、理論が持つ功用の一つである。そうした、本来の理論を持たなかったグラウコンを始めたの、対話者たちは何が芸術であり、何がそうでないかについて知ることは、ほとんどできなかったのであると述べている。一般的な用語としては、日本語でも、英語でも、現代美術は、 その以前の近代美術と同義語として使われることも多いが、ここでは時代の移り変わりを表すために、あえて区別して使っている。この項目は、現代美術の動向を理解するために、現代美術のターム以前のものでなおかつ強く現代美術に影響を与えたものを中心に、年代に関係なく動向ごとにまとめています。この項では、 現代美術の動向やグループを基本的に始まった年代ごとにまとめていますが、年代が不明なものや意味が変わったものは、動向などが盛り上がった変化の見られた年代に分類しています。戦後の1950年代になると、フランスをはじめとしたヨーロッパ中心のアートシーンにアメリカが影響を及ぼすようになる。また戦後のモダニズム絵画として抽象画が流行した。 一方、その反動としての具象的な絵画の再評価を試みるなど、現代美術は絵画がシーンの中心であった。絵画以外では、政治的なイデオロギーから逸脱を目指したものや、国家や既存の枠組みを超えようとするものなどが見られる。1960年代になると絵画ではない表現が多く見られるようになる。政治的なイデオロギーからの逸脱とは異なる。 概念的なアートや、ハプニング、社会関与など、事象を取り扱うムーブメントも勃興してくる。世界的な社会情勢として、反戦運動、女性解放運動、LSD を使った平和を訴える、フラワーパワージェネレーションなどの市民運動が、盛んな時代。かつてのムーブメントや活動に、ネオ、ポスト、ニュー、トランスなどをつけた、最低限や乗り越えの活動が多く見られる。 またビデオカメラなどのデジタル機器やデジタル技術の大衆化が進み、表現手法として多く取り入れられるようになる。2000年代は、オルター、メタ、ポスト、リなどの語使い近代を乗り越えようという動きが盛んになる一方で、ゲームやアニメをはじめとした仮想世界を取り入れている。このコーでは、代表的な現代美術の作品や展覧会、批評を 年代ごとにまとめています。現代美術、モマ・ホワット・イズ・モダン・アート。2020年4月29日閲覧。分析美学基本論文集、アートワールド・ピーコール11、アート・スケープ表現主義。2020年4月14日閲覧。新印象、主義、インシアウシユギ新印象主義。デジタル大事線。2020年4月14日閲覧。 アートスケープリージョナリズム。2020年3月16日閲覧。縦アートタームスコンストラクティビズム。2020年4月14日閲覧。アートスケープフィギュラティブ。2020年4月7日閲覧。アートスケープアーツクラフツ運動。2020年4月7日閲覧。ザメトロポリタンミュージアム・オブ・アート・ザ・バウハウス。1919。 1933、2020年4月14日閲覧。ザ・アートストーリーファンデーション、ブラックマウンテンカレッジ。2020年4月15日閲覧。アートスケープカラーフィールドペインティング。2020年3月16日閲覧。ザ・アートストーリー、ワシントンカラースクール。2020年3月16日閲覧。タテ、アートタームズ。 ファンタスティックレアリズム2020年4月14日閲覧アートスケープソビエト非公式芸術2020年4月4日閲覧 ABCDFP コール37アートスケープポストミニマリズム2020年4月4日閲覧アートスケープポストペインタリーアブストラクション2020年3月16日閲覧 縦アートタームスハードエッジペインティング2020年5月3日閲覧ザーアートストーリーファンデーションキャピタリストレアリズム2020年4月15日閲覧アートスケープベイエリアフィギュラティブアート2020年4月10日閲覧縦アートタームスプロセスアート2020年3月16日閲覧縦アートタームスアートインターベンション 2020年4月13日閲覧。P イコール158、多摩美術大学美術館。2020年4月9日閲覧。パブロイントロダクション P イコール13、P イコール145、美術手帳、ハイレッドセンター。2020年4月9日閲覧。CGI ヒストリカルタイムライン。2020年4月9日閲覧。 アートスケープオブアート。2020年4月9日閲覧。縦アートタームスゼロ。2020年4月9日閲覧。ナイト、シェールクラウス、パブリックアート、セオリー、プラクティスポピュリズム、オックスフォード、ブラックウェル・パブリッシング、ISBN 978-1405155595、https。 アーカイブ、ORG、ディテールズ、ピュブリカルセオリー、プレイレレレイニグハットバトク。グレゴリー、プレファスツーマイゼル、ルイスケー、フォトリアリズム、ニューヨーク、エイブラムス、ピアニッシモ80、タテ、アートティルムフォトリアリズム。2020年4月9日閲覧。ホロファイル。2020年4月10日閲覧。アートスケープ、メールアート。 2020年4月10日閲覧。アートスケープパターンデコレーション P&D。2020年4月10日閲覧。日本 .com の、陽子時代を変革したアーティストイコールアクティビスト。2020年4月10日閲覧。アートスケープグループマテリアル。2020年3月16日閲覧。 ビジネススタンダードコカ・コーラ・インディア・セレブレーツ、エンシェント・オーリー・フォーク・アート・フォーム・ローンチズ。2020年4月9日閲覧。チルバーズ、イアン・アングレーブス、スミス、ジョン、A ・ディクショナリー・オブ・モダン,ン・コンテンポラリー・アート、セカンド・エディション、P569-0199239665、ニュー・ミュージアム。20年4月9日閲覧。 ストリートアート NYC 2020年4月10日閲覧美術手帳新表現主義2020年4月10日閲覧ルーミュージアムエクサビションズストレンジアトラクターズサインズオブカオス2020年4月10日閲覧アートスケープグラフィティ2020年4月10日閲覧ラダーマン ケイリー、レスト・イン・ピース、エイ・カルチュラル・ヒストリー・オブ・デス・アンド・ザ・フューネラル・ホーム・イン、20th Century アメリカ、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。P198、ISBN 978-019518-3559、https、アーカイブ・ org、ディテールズ、リスティン・ピース・カルチュレイ・レイ・レード・ハット・ピーコール614、縦、アート・ターム。 ポストコロニアルアート。2020年4月8日閲覧。ジン・ボードリー・アール、シミュラクラシミュレーション。アンナーバー・ミヒ、ユニーバーシティ・オブ・ミシガン・プレス。1981。クリス・ダーカン。1980から1996イン。フェイス・エール・イストワール・センター。ジョルジュ・ポンピドー・フラマリオン。1996。 ピアニッシモ496から561縦アートタームネグリチュード2020年4月8日閲覧素人のランジユー芸術大学2020年5月3日閲覧ハウツースピークアートスピーク2020年4月8日閲覧ありがとうございます